真是大概一分钟。先生们女士们大家好，我是强傻直播，今天是星期二，所以是买买买的日本商品。今天介绍的是这个中二病カルタ。首先我介绍你们カルタ是什么样的游戏，就是卡片的游戏。大体100枚のカードを使うんですね。半分には50音のそれぞれの文字から始まる文章が書かれています。もう半分には日本語の50音が1枚ずつ割り振られていて、さらに絵が描いてあるカードです。この絵と文章は対応してるんですね。で、絵の描いてあるカードを床にこう広げて、1人がランダムで文字のカードに書かれた文章を読み上げます。この場合は花より団子ですね。参加者は床に並べられたたくさんのカードの中からこの葉のカードを取るんですね、誰よりも早く。で、最後にたくさん取ったカードが多い人が勝ちというゲームです。この中二病カルタっていうのは、その絵とか文章が全部中二病なんですね。例えばこんな感じです。ふ、封印を解く時が来たよ。感情なんてただのバグです。まあ、カルタはお正月とかに子供が遊ぶチーク玩具なんですけれども、日本語を勉強している人にはとってもいい教材だと思います。しかもジョン・アルピン。ただこれ今のところ日本のマンジャンでしか買えないみたいですね。ちょっと作った方に中国で売らないか聞いてみてですね。皆さん欲しいですか？だいたい価格がね2800円だとのことです。これいつかみんなと一緒に遊びたいですね。大会とかしたいです。好，那最后跟我一起学习日语吧。今天的话呢，みんなを集めるときに使うジョン・アルビンな言葉です。これ、集え、英霊たちよ。集え、英霊たちよ。集え、英霊たちよ。自分の周りで誰かがこれを言ったら、皆さんこう返事しましょう。中二おつ、中二病お疲れ様っていう意味です。何言ってんだ。我这里金光直播的微博微信还有这个频道，那明天见，拜拜。